はい、てつやです。今日は小西効果、特大ブーメランで立民選挙ボロ負けかというテーマでお話してみたいと思います。まあ例の小西さんの騒動。最近ちょっと鎮静化しつつあるような感じもしますけれども。今あの統一地方選挙の明日盛りということで。どうもその影響が、まあブーメラン的にね、もうお家芸的なんですけれども。立民のお家芸。 特大ブーメランでですねちょっとマイナスの影響が出始めたなという感じもしておりますねまあその様子についてはあの読売オンラインが非常に、えー、きちんとねあの分析してますのでこれをまず読んでみたいと思います、えー、小西議員の報道批判に立民苦慮正当性を失われる、えー、ツイッターに産経は名誉毀損朝日は劣化 立憲民主党が同党の小西博之参議院議員による度重なる報道機関批判に頭を痛めている。報道への圧力という一連の放送法をめぐる政府批判が立ち行かなくなるためだが、党内には小西氏を擁護する向きもある。まあ擁護する向きもあるというのがちょっとね気になるところですよね。え次を見ます。立民は3日、岸田首相が出席した参院決算委員会で放送法の解釈変更をめぐる問題を 取り上げなかった質疑者の一人は質問通告していいたたが触れずに終えたととうことでね放送法の解釈変更について質問しようとしたけれども、まあ、時間切れもあるんでしょうけどね、まあ、優先順位が低くなってるというかあまりこの問題に立ち入っても反撃されてむしろイメージを悪くするという、まあ、そういう危惧もあったんじゃないでしょうかね。 はい、次います他党からは小西氏の対応について「自分たちが批判していた報道への圧力を自分が加えている」日本維新の幹部との批判が広がっており党内からも政府追及の正当性が失われるとの声が漏れているということでねこの立民の中にもちょっと問題視している人が増えてきたということなんでしょうね。えー、今国会で立民は 安倍政権時代に政府が放送法の解釈を変更して報道の自由に介入しようとしたと批判してきたところが小西氏は衆院憲法審査会で毎週審議することを猿がやること野蛮などと表現した自身の発言が報じられると NHK とフジテレビに対しあらゆる手段を講じて報道姿勢の改善を求めたいなどと報道機関をけん制した、まあ、これだけじゃないですよね。 産経新聞でしたかねあのこのように新聞の記事を変えなさいということで、えー、編集権への介入みたたいいいいなこことともも、ね、行まましよよねねれはまあひどいもんだと思います次、ね、読みますと立民は小西氏を参議院憲法審査会の野党筆頭幹事から更迭したがその後も小西氏は「産経新聞は名誉毀損」「朝日の政治部はここまで劣化しているのかなど」とツイッターに投稿したということですね。 まあこの憲法審査会の野党筆頭幹事から更迭したということなんですけど、まあ、代わりにですねあの泉さんはなんと杉尾秀哉さんをねそのあたかまに据えることを決めたんですよねまあこのセンスのなさね何とも言えないですね <laughs> まあこの杉尾さんというのはまあ小西さんと一体化してですね、えー、高市さんのまあ 放送法の解釈をねじ曲げて政治的圧力を加えたというねまあ全く事実無根のことをしょうもないわけのわからないねあの野良文章を元にずっと辞任を求めてきたわけじゃないですか議員もやめろ大臣もやめろみたいなまああの同類ですよ同じ穴の無事なって僕は言いたくなるんですけどもその人をですね憲法審査会の筆頭幹事に据えるっていうこの泉さんの感覚のねおかしさ。 これもちょっとひどいもんですね。よく巷では、えー、猿から大むかみたいなね、<laughs> まあ、詳しく説明しませんけども、まあ、そういうことまで言われているわけですよ。うん、まああのコニさんはね、政治的圧力じゃないんだ、これは名誉毀損だんだということでちょっとこう、うん、議論をすり替えてるようなところもありますけどもね。まずそのオフレコだったということを言ってますけど、オフレコという認識があったのは。 ポニスさんだけでみんなオンレコだったとオンレコのつもりだったということなんですよ記者たちはねそれからえー、っと後でその撤回したんだということですね猿とかあの野蛮だとか、えー、なんとか蛮族だとかいろいろ <laughs> 言葉をあのひどい言葉を使ったじゃないですかそれ撤回したと言ってましたけどね撤回した根拠が全くないんですよね テープ起こしをして聞いてみてもそういう言葉はなかった撤回という言葉はなかったまあもちろんね、まあ、ちょっと猿は差別用語かなみたいなことを言ったかもしれませんけど撤回はしてないわけですよねですから切り取り報道でもなかったので名誉毀損も多分通用しないと思うんですけどねはいちょっと話それました次いきますね、えー、小西氏の発言は選挙戦にも波及し始めたこれですよ今問題なのはね統一地方選の応援に入った立民若手は 街頭で早くやめさせろと言われた無党派層の離反が怖いとトロしたまあそうでしょうねまあ無党派層もずいぶん離れたと思いますけどねもうここできちんとけじめつけないともっと離れると思いますよ、えー、立民は統一戦後半戦と並行して行われる衆院千葉5区補欠選挙を重視するが小西氏は千葉県選出で影響を懸念する声が出ているとまあねこの僕あの 千葉県の有権者の方々に本当にねもう少ししっかりしてほしいなと思いますよこんな人をなぜ国会に送って日本の政治を停滞させるんですかもう少ししっかり見てほしいなと思いますね続きます、えー、立民執行部は小西氏の追加処分には及び越しだ、えー、岡田幹事長は2日記者団に処分はあるともないとも言動を精査したいと述べるにとどめたって言うんですよもう言動全部出てますから <laughs> なんんでで精査をするんでするかもう全部出てますよ。もうあれは絶対にアウトだと僕は思いますね。えー、ここでねあの精査をして時間稼ぎをしているような状態じゃダメなんですよね。最近あのこの岡田さんはですね、幹事長は岡田幹事長はね 今度の選挙で、まあ、今後ね行われる選挙も含めてですけど野党第一党の地位を確固たるものにしてそして政権交代を実現するんだみたいなことをおっしゃってましたけどねどう思います僕は全くねこういうなんていうのかな現実認識の甘さっていうのをもう痛感せざるを得ないんですよね。 え僕はこのようにその件についてリツイートしています他党の政治家を党を挙げて濡れ切で辞職に追い込もうとして国会を空転させた政党に政権交代を言う資格などないそんなことを言う前に小西氏の追加処分をどうするのか早急に明らかにせよというふうにリツイートしたんですよねやるべきことをきちんとまずやらないとねけじめも何もつけないままあれでよかったんだと参議院予算委員会のああいう質疑でよかったんだと その後の小西氏の憲法審査会での発言も筆頭幹事辞めさせればそれでいいんだというような感覚ではもうどうしようもないなと僕は思いますけどねあなたはどうお考えでしょうかねはい次を見ます泉代表は3月31日の記者会見で小西氏について自身で問題を発見して問いただす尊いところはあると指摘え <laughs> こんな褒め言葉を言ってるんですよね 自身で問題を発見し問いただす尊いところがあるあ、そういえばね、えー、泉さんでしたからやっぱりあの小西氏は三振もあるけどもホームランも打つんだと、えー、今回のは特大ホームランであるみたいなこと言ってましたよね全くの超空振りもいいとこでねなんていうのかな もうプレートも言えないようなひどいものだったと思いますけどね失策以上の大失策だと思いますけれどもそれを特大ホームランと表現したのがこの泉さんなんですねそしてこういうふうに擁護する言葉を発しているということですねそれからもう一人いますね原口和弘さん、えー、元総務省は4月1日ツイッターに小西を守れとね あのびっくりマーク付きで、えー、書き込んだということでね。ええー、小西応援団みたいな感じになっているわけですよ。まあ、あの立憲民主党のね、若手の中にはですね、やっぱり。現状、党の現状ものを憂いて、このままではいけないんだと。危機感を持っている、そういう政治家も、国会議員もね、えー。いるようなんですけども。この幹部の、まあ、例えば、その泉さんとか。から岡田さんとか、もうこの原口さん、まあ、重鎮ですけどね。こういう人たちが。 全くね認識が誤ってて国民の我々一般国民の感覚とずれまくってるんですよね。僕はここで予想しておきますけどもサミット後に総選挙を行われた場合に、えー、立憲民主党は第一党を、まあ、維新かなんかにね譲り渡すことになるんじゃないかなと思いますよそしてこのまま続けていけばね社民党と同じような運命を歩むのではないかなというふうに思います。えーまあ、僕はね、えー 立民に変わってほしいいとは思いませんよもうあの <laughs> 立民は立民らしくそのままでいてもらっても構いませんからね、えー、今のままの感覚で続けてもらっても困るので早々に退出していただきたい正解からねというふうに考えていますあなたはどうお考えでしょうかではまた Good luck. 目覚めよ日本人今回のようなお話に興味のある方は是非チャンネル登録をよろしくお願いします